皆さん、こんにちは。世界には予想もできないことから亡くなってしまったり、これで本当に死んでしまうの？と驚く亡くなり方をした人がたくさんいます。今回は、世界で本当にあった怪死、変な死に方を紹介します。空から降ってきた氷に体を貫かれる。1951年1月、ドイツで屋根の上で作業をしていた大工が、上空から落ちてきた長さ 1.8 メートル、直径15センチの槍のような形をした氷に体を突き抜かれて死亡しました。このように、本来空から落ちてくるはずのない怪現象のことを、ファフロッキーズ現象と言います。世界中でこの現象は確認されていて、氷や石、時にはカエルや血などが降り注いだというケースが報告されています。日本でも2009年に空からオタマジャクシが降ってきて人々を驚かせました。ファフロッキーズ現象には様々な仮説があり、竜巻が原因となったものや、鳥が飛んでいる時に獲物を落としたり、吐き出してしまった、飛行機から何らかの形で落下したなどがありますが、なぜ氷のようなものが空から降ってきたのかは未だに分かっていません。釣った魚が喉に飛び込んで死亡。2005年、少年が魚を釣り上げて喜んでいたところ、魚が手から飛び出し少年の喉に入り込んでしまいました。家族は必死に抜こうとしましたが、あまりにも深く入り込んでいたため、少年はそのまま死亡してしまいました。少年を殺した魚は、体長7センチ、幅4センチほどの小魚でした。非常に鋭利なヒレを持っているため、喉から抜くことができなかったと考えられています。魚が喉に飛び込み死亡した例は他にもあります。カンボジアに住む17歳の少年が、体長およそ20センチほどの魚を釣り上げた際に、魚が勢いよく少年の腕から飛び上がり、そのまま少年の口の中に入ってしまいました。釣り針が刺さったままの魚が少年の喉の中で暴れ、少年は死亡してしまいました。笑い死に。1975年、イギリス在住の50歳の男性が自宅でテレビ番組を見ていると、スコットランド人がバグパイプを武器に悪者のソーセージと戦うシーンで笑いが止まらなくなりました。25分間にわたって笑い続けた彼は、ソファーの上でぐったりとなり、心不全で死亡してしまいました。このようなケースは他にもあり、1989年にデンマークの聴覚学者オレ・ベンツェンがコメディ映画を見て笑いながら死亡したという報告があります。心停止に至る直前には心拍数は1分間に250から500回に達したと推測されています。笑い死には古代より報告されており、原因は普通の笑いが発作的な笑いに変わって止まらなくなることで、心停止や窒息を招いてしまうそうです。死ぬほど怖い映画で本当に死んだ男性。インドの映画館の座席で男性が死亡しているのが発見されました。男性には目立った外傷もなく、死因はホラー映画を見た恐怖によるショック死であろうと推測されています。男性が見た映画は、心臓の弱い方及び妊娠中の女性はご遠慮くださいといったメッセージが添えられていました。本当に亡くなってしまうこともあるんですね。死ぬまで助けを拒否した男。アメリカに住むグレン・シブリーさん、83歳は自宅で庭仕事をしていた最中に転倒してしまいました。助けようとする妻に対し、自分で起き上がるから大丈夫と助けを拒否。妻は暴風雨にさらされる夫に
防水カバーをかけるなどして3日間見守っていましたが、途中で妻までも転んでしまい、夫婦揃って起き上がれなくなってしまいました。その後、義理の息子が庭で夫婦が倒れているのを発見し、妻は一命を取り留めましたが、夫のグレンさんはすでに死亡していたそうです。ペットの糞尿で死亡。ベルギーに住むある男性の部屋ではオウムとイタチを飼っていました。しかし面倒見が悪く、長い間糞尿を放置していました。そのため男性はイタチとオウムの糞尿が発するアンモニアガスの中毒症状に陥り、死亡してしまいました。本人からの通報により駆けつけた救急隊によると、部屋のドアを開けた瞬間、鼻をつくような強烈な匂いがしたと話していたそうです。死亡事件では通常、警察は現場を封鎖し、捜査のために現場の状況保存に努めますが、さすがに今回ばかりは部屋が臭すぎるために、部屋の窓とドアを全開にしたと話しています。バナナを落として死亡。オーストラリアに住むイバンカ・ベルコさんは、かつてナチスの侵略など激動の時代を生き延びてきたことで有名な女性でした。数々の修羅場をくぐり抜けてきた彼女は、死亡する前の数ヶ月間、病気で皮膚がとても繊細な状態でした。そんな彼女がバナナを食べようとした際に誤って落としてしまい、バナナの先端部で足をすりむいてしまいました。そしてその時できた傷が原因で合併症を起こしてしまい、死亡してしまいました。死ぬ間際、彼女はまさかバナナに殺されるなんて思いもしなかったわと語ったそうです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。